この動画はパソコンが突然起動できなくなった時にお試しいただくことで解決できればと思います。しかしパソコンのトラブルは複数存在しますので、これだけで解決しないかもしれませんが、もしかしたら解決できる場合もあるのでご紹介させていただきます。この動画のナレーションは私ナナコが担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはパソコン本体とディスプレイのそれぞれの電源スイッチをオンにします。パソコン本体の電源スイッチをオンになりますと、赤枠で囲まれているところの LED が青く点灯します。次にディスプレイの電源ランプが点灯します。ここで電源ランプが消灯している場合にご確認いただきたいことがございます。まずコンセントにしっかり挿してあるでしょうか。その次にそのコンセントのスイッチはオンになっているでしょうか。その点をもう一度ご確認ください。コンセントにスイッチがついているタイプはそのスイッチがオンになっているかの確認をしていただき、オフであればオンにしてください。次にパソコン本体側の電源ケーブルがしっかりと挿してあるかご確認ください。一旦ケーブルの抜き差しをしてみてください。ディスプレイ本体側の電源ケーブルがしっかりと接続されているかをご確認ください。ディスプレイ本体側の電源ランプがオレンジ色の点灯の場合はパソコンからの信号が来ていないことになりますので、ディスプレイケーブルの接続をご確認ください。この場合は青色のコネクタケーブルが抜けかかっていないかをご確認ください。パソコン本体側のコネクタもしっかりと接続できているかのご確認をしてください。それでも改善されない場合はディスプレイ側の故障かパソコン本体側の故障が考えられますので、その時は修理するか買い替えをお勧めします。修理に出す場合はしばらくの間手元に機器がない状態が続きますので、代替品のご用意が必要になります。機器を購入された販売店か修理に出すお店に必要がございましたらご相談してみてください。今回の動画は以上となります。別動画でステップ3の動画もございますので、よろしかったらご覧ください。最後までこの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。